はい、皆さんこんばんは。本日はようこそおいでくださいましてありがとうございます。今日はざっくり黙示録シリーズの2なんですけど、1との間に随分間隔が空きましたので、1覚えてはりますか？あまりにも昔のことなので、何打ちはったかなということでよく分かんないという方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと復習してみたいと思うんですが、その前に、実はですね、今週次の日曜日ですね、私の息子がある、国家試験を受けます、ね、合格したらいいなと思ってね、私もこう願ってる祈ってるわけなんですけれども、実はですね、この国家試験の受験の問題でね、今えらいこと起こってるんですよ。何かと言いますと、実はインターネットのサイトでね、資格スクエアというサイトがあるんですよ。でこれは実は人工知能のベンチャー企業が始めてるサイトなんですけれども、ここの会社がですね、難関と言われてる、もう合格率が極めて低いと言われてるこの国家試験を、人工知能によってどんな問題が出るのかということを予測させるというサイトを作ってるんです。で最初にここの会社が手掛けたのがね、宅建なんです。宅建で分かりますか？宅地建物取扱士っていうふうに言いましてね、まあ、この宅建の資格持ってる人がいないと不動産業を営むことできないんです。合格率わずか 15% という国家資格なんですけれども、この宅建、今年の宅建の本ちゃん試験でどんな問題が出るのかということを、過去問とかいろんな問題集をずっと人工知能にディープラーニングさせて、そして予測させたところ 78% 的中してるんですよ。しかもね、文章そのままでね、この宅建の合格っていうのはね、 75% 正解答したら合格するんですよ。で 78% ね、同じ問題が出てるんですよ。ということはどういうことかといったら、ここのサイトで勉強した人っていうのはね、前もってどんな問題が出るのかということが分かってるわけですから、その出ると分かってるその問題を集中的に準備したら限りなく合格率高くなるということなんですよね。でね、宅建でこんなに高い数字が出ると思ってなかったって、ここの社長がね、じゃあ次日本で一番難しい国家試験やってみようよって言って、日本で一番難関の国家試験って何かと言いましたらね、司法試験なんですよ。この司法試験の予想問題を人工知能、まあ、これね、未来問という人工知能なんですよ。これ未来の問題で未来問、これ究極のカンニングちゃうかと思うんですけどね、この未来問にこの、司法試験の予備試験ね、やらしたら 60% 命中したんですよ。でね、司法試験の、合格ラインというのはね、6割なんです。つまりね、他の勉強全部しなくていいんです。未来問で取り組んだらね、日本で一番難しい国家試験の難関は難しくない。で彼はですね、よーしと言って、この社長もう社労士も看護師も、それから来年のセンター試験も全部、これこんなことされたら皆さんどうする？でものすごい今物議を醸してるんですけれども、試験に合格するということがゴールじゃなくて、合格した後今まで勉強したことを発揮するために勉強ってするんでしょって言うて、もうね、言うことも言う。でね、何を言いたいかといったらね、前もって何があるのか、どんな問題が出るのかということを教えたら、教えられた人はどうしますか？準備するんです。おそらくこういう問題が出るんだということが前もって教えられたならば、それが来た時に回答できるように集中的に準備しますよね。準備させるために前もって教えているのです。で、黙示録って何かと言いましたらね、未来に何が起こるのかということを語っている書物なんです。前回申し上げましたように、この黙示録というのは必ず起こるべきことについて、神がイエス・キリストを通して御使いを通してヨハネに与えたものである。で、なんで未来のことを語ってるかといったら、その未来が来る前に良い未来に入るために私たちを準備させるためです。じゃあ聖書が語ってる未来、これから歴史はどこに向かっていくのか、もうね、ゴールは見えてるんです。
そのゴールとは一体何なのかと言いましたらね、まあ究極的に神がしようとされていることはね、人類の再生プランなんですよ。これ前回も申し上げましたけれども、まあ、サタンによって持ち込まれた罪によりましてね、人間の世界の中に罪が入った、人間の中に原罪が入った、人間の中に暴走する反逆する性質が入ってしまった。それがために世界も人類も台無しになりました。神が最初に意図していた世界、神が最初に意図していた人間の生き方を今の人はしていません。この世界は神が本来罪が入る前に持っておられた世界と全然違う。この罪によって台無しになった世界と人をもう一度ピッカピカにします。再生します。人類再生のための神様の救済プラン、マスタープランが黙示録の中に掲示されているんです。で、将来どういうことになるのか、これいつどのタイミングでこの世界は罪が入る前の世界に戻り、そして人間はこうやって憎みあったり呪いあったりということではなくて、究極の理想的なその人間に回復することができるのか、それはいつ起こるのかと言いますと、キリストが地上再臨された後で起こるんです。キリストの地上再臨の時に、その後で起こる時代においてそれが起こるんですが、この歴史の座標軸がこうありましたら、ある時キリストが地上再臨します。その後で千年王国という、まあ素晴らしい時代が始まるんだというふうに言うんですが、実はこのキリストが地上再臨した時にどんなことが起こるのかということと、このキリストの地上再臨から逆算して7年間、実は人類は最も苦しい時代の中に突っ込んでいきます。この7年間の苦しい時代のことを患難時代というふうに言うんですが、患難時代ってどんな順番でどんなことが起こるのかということを詳しく詳しく書いてあるのが黙示録です。この患難時代が始まる前に、この患難時代の突入の前に、それはいつかわからないけれども大きな印があるんですね。その印というのは、キリストが空中までやってきまして、この地上の教会を全部と言いますか、本物のクリスチャンたちだけを全部天に引っ張り上げる。あるタイミングで本物のクリスチャン教会はこの世界から忽然と姿を消します。これを軽挙と言います。携え上げると書いて軽挙って言うんですよね。つまりね、これから軽挙されるときにキリストはこの教会に対してどのように行うのか、この教会の身の上に起こること、そしてその後で7年間の患難時代で起こること、患難時代の後で再生された人類の歴史の最後に至るまでについて予言されているのがヨハネの黙示録であろうということなんですが、これがね、あの1回目の復習なんですよ。そんなの聞いたことないとかですね、まあ、今聞いてくださったので何回も聞かないとね、やっぱり忘れますからね、ということでご一緒にですね考えてみたいと思いますが、で今日はね、実は前回までの黙示録の1章の1節から8節というのは、手紙で言ったら、本で言ったら前書き全文、つまりね、いよいよ今日から本文に入っていきます。本論に入っていくんですよね。で本論に入っていく、ことなんですけれども、これはですね、皆さん、ざっくり黙示録ですのでね、私もね何回もねざっくりじゃない方向に行きかけたんですけど、それやったらねもうねダメです。多分ね皆さん突っ伏すんじゃないかと思ってですねそれでね、私聖書のことも何もよく分かってないという、ノンクリスチャンの皆さんを、対象にしたいと思いますのでね、まあ、クリスチャンの方はちょっとね物足らないと思います。分かってるんですけどね、そこに徹して、お伝えしてみたいなと思うんですね。さて黙示録一章をお開けください。ヨハネの黙示録の一章、後ろの方ですね、ページ数で申し上げますと491ページ、さてこの黙示録の一章の今日は9節から一番最後まで20節までを見たいと思いますが、今日はね4つのポイントに分けることができると思います。まず第1番目に、
この黙示録を書いたヨハネの自己紹介です。ヨハネはどういう状況の中にいたのかということの説明です。2番目はヨハネがパトモスという島で見た栄光のイエス・キリスト。3番目はイエス・キリストご自身による自己紹介。そして一番最後4番目はこの黙示録の構造です。で今日はこの 1,2,3,4、ね、ヨハネの自己紹介、栄光のキリストの姿、その特徴、そしてキリストご自身による自己紹介、そしてヨハネの黙示録の構造ということで、ご一緒に考えてみたいと思うんですね。さて1章の9節をご覧ください。私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいたって書いてあるんですよね。まあ私ヨハネっていう、このヨハネっていうのはイエス・キリストの十二弟子のうちの一人です。十二使徒のうちの一人ですよね。でこのヨハネという人物は自分が置かれている状況について説明していますが、何て書いてあるかといったら3行目、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいたというふうに書いてあります。彼はですね、自分が置かれている状況、実はパトモスというところに島流しになっているんだということをここで言っているんですが、島流しにされた理由は神の言葉とイエスの証のゆえです。神の言葉を用いて、聖書の言葉を用いて、イエスこそ人となられた神なのだ、イエスこそ救い主で我々が受け入れるべき、そして礼拝すべきお方なのだということを証ししたがために、当時のローマ皇帝の逆鱗に触れて彼は島流しになったんだ。その当時のローマ皇帝がドミティアノスという人物で、自分自身を神として拝めということを強要した人であるということについては前回お話したんですが、ところで皆さん、世界中どこ行ってもね、どこ見てもね、人が人に与える刑罰の一番重いものは死刑です。じゃあ死刑の次に重い刑罰って一体何なのか。まあ一つしかない命を取られる死刑が一番重い刑罰であると、これ分かるんですけどね、死刑について2番目に重い罪って一体何なのかと言いますとね、世界中どこ見ても、歴史上いろんなことを調べてみてもね、同じです。島流しなんですよ。でね、この島流しってね、どういう人が島流しされるかと言いますとね、本当は権力者が死刑にしたいんだけれども、死刑にしてしまうとかえって一般民衆の反発を食らうとか、死刑にすることによってかえって英雄視されてしまうとか、死刑にしたいのは山々なんだけれども、死刑にすることによってかえって後々やばいことになりそうだという、まあ高貴な人物というか影響力のある人物についてはね、死刑の代わりに島流し、まあ、日本でもあの島流しってね、八丈島とか佐渡島とかね、いろいろあったと思いますけどね、日本でね、あの皆さん島流しにされた人ってね、あの無名の罪人じゃないんですよ。例えばね、後鳥羽上皇、あの天皇でね、島流しされた人いるんですよ。鎌倉幕府倒幕を企んでね、なんか倒幕を企みそうな顔してますわ、あのその資料見てたらね。でも天皇倒幕を企んだからって処刑できますか。処刑したいのは山々だけれども、それやったら後々反動怖いということでね、島流しでね。なんで島流しにするかと言いましたらね、このね、島流しにされるということはね、まあ、影響力がある人ほど多くの人に感化を与えることができる、多くの人に見られている、つながっている人ほど、そういうつながりを完全に切り離して缶詰状態で絶海の孤島に島流しするとね、メンタル壊れるんですよ。島流しを受けてる間に壊れた人ってたくさんいるんです。この間ですね、ある雑誌、まあ、アイラという雑誌に、ね、今度載ってたんですね、あの高村智也さんという人の記事を読んだんですけど、この人ね、東大の哲学出てね、で慶応の哲学から大学院出て、
で博士号を取る前に、まあ、もうこの途中で退学なさってしまうんですけどね、あの彼はね大学院をそろそろ卒業して就職しないとダメだと思った時に進路が2つあったんです。一つは研究者としての道を歩んでいこうと。でもあんまりねそれね哲学の研究者の道に魅力感じなくなってたのその時で、もう一つはね就職だけどね、就職もしたくないな。なんで就職したくないかといったらね、もう哲学者からいちいち理屈っぽいんですけどね、今の日本の社会ってね、社会人になって結局何なのかといったらね、家を筆頭として非常にハイコストなものを買って、でそのローンを背負って、そしてそのローンの返済のために猛烈に働き続けて、で最後は死ぬと。虚しないみんなってこういうわけよ。でそれをねちょうど言ってみたらね、あの20日ネズミがこの車輪のなんかこうバーッと高速回転でずっと走ってるんだけど、ずっと一歩も進めへんやん。あれ俺そんな高速回転の中に入るの嫌やって哲学者やから考えてしまうのよ。こんな嫌やって、そんなね家な箱やないかと、こんな箱みたいなところに何千万もお金かけてね、そのために自由になる時間を捨ててパワハラを受けたり、嫌な上司と買うお客にも気使ったりして、もうね自分のね一回しかない人生をそんな風にしてね終わらせてしまうなんていうのはね、もううんざりだ。そこで彼はね山梨県の雑木林に70万円で土地買うんです。70万でもものすごい広い雑木林やから誰も来へん。そこに10万円で自分で小屋建てるんですよ。そして電気は全部ソーラーパネル、水は湧き水汲んできてね、そしてね誰にも会わないでもう自由に生活する。これだったらね月2万円で生活できるというそういうライフスタイルを、ライフサイクルを確立することができたんですよ。ということは何かと言ったらね、年に2ヶ月ほど働いたら残り10ヶ月自由なんですよ。もう寝たい時に寝る、起きたい時に起きる、好きなだけ本読める、やる、もう俺はもうこれでもうね理想の生活で、借金背負うこともなくパワハラ受けることもなく自分の人生をエンジョイしてですね、こんないいことない思ってね、まあ、彼は体調もよくっていいと言ってこの小屋の中に住んでから1年ほど経ってブログ発信したんですよ。すぐに評判になってそのブログが書籍化されるんですよ。これがまた売れない。これで1年2ヶ月も働かなくてもいい、印税だけで。でそれをですね、なお2冊本出る。でもう哲学者成功不読の生活や言うてね、彼はそういうことをやってたんですが、5年目に入った時に体調が狂ってくるんですよ。どう狂ってくるかといったらね、誰にも会わないで自己完結する生活、もう誰にも会わないでずっと一人でいるとね、いい時はいいんですが、ネガティブな感情とか否定的な思考にはまり込んでいった時にね、お前ちょっとそれ違うぞと言ってくれる人いてないから、歯止めなく限りなくそこはかとなく否定的になっていくそうです。どん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 暗くなっていって、それでねある時好きな本読んでんのに突然息が止まるような感じになって、動悸がしてきてパニックになって、俺どうなるか思って彼は下山するんですが、下山してからねその小屋に戻るのが怖くなったと。そして友達の家とかゲストハウスを転々としながら、これからどうしていこうか手探りの状態です、僕は一冊目の本でこんな最高の生き方はないって言ったけど撤回する本書きますってね。人間ってね交わりの中で成長するんです。誰ともどんな人とも完全に関係を切って自己完結してね、
その生き方は人間を正気に保つことはできない。で彼の場合ね、自分で飛び込んだんですよ。自分で飛び込んでもそんな状態。それがね、時の国家権力によって無理やり誰も面会できないようなところにバーン放り込まれて、実は皆さん、このパトモスという島ね、水源地がないんです。水源地がないということはね、人住んでないんです。外から水の補給がない限り誰も生きていくことができないような、その島流しの島に送られて、なんで送られたのか、そして自分は一体どういう状態でどういう状況にあるのか。9節、私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり。まあね、この当時のクリスチャンってね、イエスを信じるのと引き換えに3点セットである賜物をもらうんです。イエスを信じるのと引き換えにもらうものって何かといったら、イエスにある苦難と御国と忍耐。イエスにある御国だけが欲しいと、あと苦難いらんと思うんですけど、苦難と御国と忍耐って言うんですよね。でね、実はね、多くの人が長い間島流しにされたり、そういうところに閉じ込められていると精神が壊れてしまうということなんですけどね、ある有名な人物が島流しにあって、そこでね、壊れることなくものすごい復活劇を果たしたということがあるんですね。その一人はね、マンデラ大統領です。マンデラ大統領という方ですね。この方ね、皆さん、投獄されてた期間27年ですよ。皆さんの今の年齢から27引いたらどうなりますか。あの時私はそれから27年ずーっと投獄で、彼のこの27年のその投獄生活のうちの18年間は、南アフリカのケープタウンという首都から沖合 3.3 キロのところにあるロベン島という島なんです。でこのロベン島の周りっていうのはね、ものすごい潮流が激しくて、ナルトのあの渦あるでしょ、ものすごい渦なので容易に人が近づくことができない、その島の中に刑務所があるんだ。そこにね、18年間ぶち込まれるんですよ。でなんで彼はぶち込まれたかと言いましたらね、我々は南アフリカで生まれてるのに、なんで南アフリカで人間扱いされない、アパルトヘイトって言いましてね、人間の皮膚の色の違いで、まあ白人の人たちから黒人の人たちが随分差別受けて、人間扱い受けずに動物みたいにされて、おかしいじゃないかと、なぜ自分が祖国でそんな扱いを受けなきゃならないの、人間として互いに平等であるはずじゃないのかと、なぜ皮膚の色でこんなに差別されなければならないのか、この南アフリカという国を平等な国にしたい、民主主義の国にしたいということで彼は活動に入っていくんですが、その当時の国家体制に対して激突することでしたので、それでそこに放り込まれるの。で放り込まれないようにしようと思ったら、放り込まれないようにしようとすることができたんです。つまりね、従順に差別いいですいいです、不当な扱い、いや黙ってますわ、黒人はしたもういいですいいですいいですというふうにね、従順にペコペコしてたらこんな目に遭わなくて済んだんです。でも人間としてこれはね、許せないと、なんでこんな不当がまかり取るのかということで声を上げたので、苦難を受けることになったんです。そして27年というんですけどね、その27年間ずっと彼はね、この牢獄に入ってる時に法学勉強するんです。語学も勉強する、いろんなことを勉強して、やがて出た時にこの国をリーダーとして引っ張っていくために必要な準備をずっとやっていくんですが、なんでそんなに長い間いつ出れるともわからないのに耐えることができたのかと言いますとね、実はね、励ます人たちがいたんですよ。誰が励ましたか、看守ですよ。見張り人がね、初めはマンデラに対してもういっぱいひどいこと言ってね、マンデラ大統領はですよ、このマンデラさんはね、この獄中いてる時にお母さん亡くなるんですよ。
そしてね、彼にはとっても大好きな息子がおったんですけど、一回だけ面会に来るんです。それはね、マンデラが連行される時にマンデラが着てた服をね、これお父さんだと思って僕はこれを着てね、家族養うから心配しないでねって、その息子が事故で亡くなる、せめて葬儀に出たいって言うんですが、却下。人間としてこれぐらいは許されてもいいだろうというのを次から次へと剥奪されていくんですが、だけどね、彼別に悪いことをやってそこにいるわけじゃないということを看守自身が知ってるのでね、モラル的に彼の方が優れてるということに気づいた看守たちは、何くれとなく彼を励ましたり、今外の世界で起こっていることをチラチラ言うようになるんです。マンデラよと、今世界で何が起こってるか知ってるか。ロベス島のマンデラ釈放運動というのが全世界で潮流のようになってるぞ。今マンデラの周りにはアパルトヘイトの南アフリカ共和国が取り囲んでるんですが、南アフリカ共和国を取り囲んでるのはマンデラ助けるべきだという声がね、響き渡ってるぜ。つまりね、出れる日は近いぞ。君の理想がどん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 遠ざかってるんではなくて、それはあり得ることなんだという励ましを聞いているので、それが忍耐の原動力になったんですよ。今ね、なぜヨハネはここにいるのか、ヨハネは言ったんですね。私はあなた方と同じようにイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているというふうに言ったんですけれども、まあイエス・キリストにある苦難、当時のドメティアヌスというのがね、ローマ皇帝です。ですから、クリスチャンというのはですね、反政府主義者じゃないです。どんなに神を恐れない独裁者であったとしてもね、あるいはというような指導者であったとしても、その指導者のために祈りなさい、彼が正しい政治ができるように祈りなさいというふうに聖書は進めてるんですね。だからクリスチャンというのはね、反政府運動する人たちじゃないんです。このドメティアヌスというローマ皇帝に対してね、クリスチャンたちは倒してやろうな、そんな運動しません。彼のために祈るんです。そしてね、指導者としては、ね、敬意を払って従いますが、でもね、一つできないことがあるんです。それ何かといったらね、その指導者が強制力を使って神が禁じていることをさせようとするときには、ノー、それできない。ドメディアノスは俺を神として拝め、それ以外のことだったらね、やります。でもそれはできない。その時にね、はい拝みます言うてたら、別にパトモス島に流されなくてもよかったんです。しかしイエスにある苦難、イエスを神として主として告白している者たちは、イエス以外の人間を神として拝むことができない。だから妥協がないのかということでパトモス島に流されたんですが、流された中でイエス・キリストが地上再臨したときに、必ず御国が来る、必ず来る、だから待てる。皆さん、忍耐というのはね、我慢じゃないんです。忍耐と我慢はどう違うか。我慢って辛抱とも言いますが、皆さん、辛抱ってすごい字ですよ。これ辛抱、辛さを抱く。皆さん、抱き枕って気持ちいいやん、ね、サボテン抱いて寝たら血だらけになる。剣山抱きしめたら血だらけになるよ。辛い、痛い、怖いのを抱きしめるのが辛抱。僕、我慢する我慢する我慢って、これはね、聖書が言ってる忍耐じゃない。忍耐というのはね、必ず来るものを待つ態度のことなんですよ。神は約束なさった限り必ずそれを実現する。必ず来るものを待つ。何が来るんですか？御国。だから苦難と御国と忍耐は3点セット。それで私はパトモスにいたと自己紹介をしたわけですね。2番目です。さて、このヨハネは栄光のキリストを見たわけですよね。10
節ご覧くださいますか。私は主の日に御霊に捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたが見たことを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアに送りなさい。と書いてあるんですが、ここの十節に主の日にって書いてますよね。実はこの主の日っていうのは、旧約聖書にも新約聖書にもたくさん出てくる言葉なんですが、基本的に主の日というのは観難時代のことなんですよ。神の裁きが下る期間のことです。日って書いてあるけれども24時間のことではなくて、主の裁きの期間のことです。観難時代のことです。ところがね、ここでは主の日っていうふうに書いてあるんですけど、もちろんまだ観難時代に入ってないわけですよね。でこの主の日っていうのをギリシャ語ではね、クリオーメヘラーと言います。クリオーというのは主の、ヘメラー、クリオーヘメラー、ヘメラーというのは日、クリオーヘメラーで主の日ということなんですが、実はですね、この十節ね、クリオーヘメラーじゃないんです。ギリシャ語では何て書いてあるかと言いますと、クリアコーンヘメラーなんです。でクリオーもクリアコーンもどっちもええないけど、どっちでもええ歌でええことないこれ。このね、クリアコーンっていうのはね、形容詞で主的、あの素敵な私じゃない、主的、主的って分かる、神様的、主ご自身的な日で、これはね、多くの仲介書ではですね、これ日曜日のことやというふうにこう言うんですけどね、聖書の中で日曜日のことを主の日と言ってる箇所が一箇所もないんです。日曜日を紹介するときには必ずね、週の初めの日という言い方をするんです。ではここで言ってる主の日、主的な日っていうのは一体何なのかということですが、これはですね、特定の曜日のことではなくて、ヨハネにとってね、神の臨在に完全に包まれて、まるで今自分がパトモスにいることを完全に忘れさせてしまうような、触れたら届くようなところに栄光のキリストがおられるように感じられる神の臨在のただ中に置かれた日、まあ、そう捉える方が聖書的ではないかなというふうに思います。まあ、目の前の現実は孤独だし、多くの七つの教会の人たちのことはね、ヨハネは訪問してよく知ってると思うんですよね。この多くのクリスチャンのことも心配だし、いつになったら出れるのかということが全然見当もつかないんですよね。しかもヨハネはこの時ね、もう超高齢者ですよ。キリストの十字架復活からね、約65年後なんです、これ。だからヨハネがその時何歳であったかによって違いますけどね、20歳としたら85歳、25歳だったら90歳みたいな、今から2000年前の90歳って、まあ、どこでも DNA すごい人いてるから分からないけど、いや違う、すごいことですが、彼はですね、そのどうなるだろうかと言ってる時に、パトモスに今自分が置かれてるということを忘れてしまうような、ちょうど栄光のキリストがハグするようにね、天から臨在が降りてきた、そして御霊に感じた、御霊のただ中にいるようにして、非常に霊的なことを、神様からのメッセージを受け取りやすいようなコンディションにされたときに、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いたというふうに書いてあるんですね。このラッパのような、だからラッパが喋ったんじゃない、ような、あの私の後輩でですね、あの陸上自衛隊でね、空挺部隊に入った人いるんですよね。あのそんなに体が大きい人じゃないんですけどね、あることがあって、僕はもうエリート部隊に入るんだって、空挺部隊というのはね、落下傘部隊です。いろんな部隊がある中でね、一番厳しい習志野に行って、もうすっごい訓練でね、もうね、あの、まあ軍隊訓練になるわけですけどね、軍隊というか自衛隊も軍隊と考えてね、軍隊ではね、命令はね、ラッパでやるんです。今でも
パッパパ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 セイロガみたいなね、あの起きるときは起床ラッパ、寝るときには消灯ラッパ、つまりね、聞き間違いというのがあったらダメなので、明瞭に誰もが聞き間違えないような合図を使って命令が下るんです。でね、あまりにも訓練が辛くてね、もう彼言ってました、このね、消灯ラッパー鳴ってる時にもうまぶたがガーッくっつく、消灯ラッパー聞きながら途中から起床ラッパーに聞こえるんですって。つまりね、寝てた時間が体感ではゼロは言ってました。あまりにも疲れてるので、寝たー思ったら起きて、ラッパの音色変わってる、朝やみたいな。ラッパというのはね、明瞭な合図なんです。つまりね、聞き間違うようなんじゃなくてね、明瞭な響き渡る、届くろくような声で、語りかける声が後ろから聞こえた。今ちょっとね、さっきあのサイレン鳴ったじゃない、もうそれでちょっとパッと思い出した。皆さん、あの高速道路渋滞とかの時にね、後ろからサイレン鳴る時あるじゃないですか。ピーポーピーポーピーポー、その時ね、バックミラー見ませんか。その時ね、あ、聞こえへんやん、でボリュームアップした、そんな人いてない、消防車かな、パトカーかな、救急車かな、パトカーやったら俺かな、そんな人いてる。なんかこうサイレンが鳴ってね、道譲ってくださいことでピーポーピーポー、どん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 、なんか警告をするような、そういうサイレン音聞こえたら後ろ見たくなりますよね。明瞭に今まで聞いたことがないような音色でラッパのような声が聞こえた。そのラッパのような声はヨハネ自身が一番気にかかっている人たちのことを語ってるんです。こう言ってるんですね、11節。その声はこう言った。あなたが見たことを巻物に記して、7つの教会、すなわちエフェソ、スミルナ、ペルガモン、テアテラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさいという、自分が会えない状態になっているあの兄弟姉妹たちのこと、その人たちにあなたが見たことを書き記しなさいというふうに言われたとき、12節、私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。まあ、これある人はね、声を見ようって言って声を聞こうとして振り向くんじゃん、声を見ようとしておかしい、そうなんだ、ね、あのね、そういうね、あのね、あのぐちゃぐちゃしたことは言わないけど、ね、声を語ってる人を見ようとしてというね、その辺はね、もうあまり細かくなく、ざっくりだから、これこうね、ざっくりね、振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。ということで、ここからヨハネが見た栄光のキリストの姿が出てくるのです。これが栄光のイエスキリストの姿であるとなぜわかるかと言いますとね、13節にその燭台の真ん中に人の子のような方って書いてあるでしょ。この人の子のような方とか人の子っていうのはメシアの称号なんです。メシアの別名ですよ。メシアのタイトル。まあ、あの聖書を知らないで日本語の常識でこれ読んだらね、私たちこの人の子のようなって、人の子ってどういうふうに使いますかね。あいつ好きがないと思ってたけど、やっぱり所詮人の子だよな、という場合の人の子というのはね、やっぱり完璧じゃないよな、不完全なところあるな、弱点持ってるよね、というふうになりますよね。人の子のような方、弱点のような人はそうじゃないんですよ。ここで言ってる人の子のような方というのはメシアです。で、この人の子のような方の特徴を全部でね、10挙げてるんです。10挙げてるんですけどね、一個一個を見るんじゃなくて、いいですか、ざっくり目視録なんですよ。なので3つだけ、3つに限定してですね、ちょっと見ていきたいと思うんですね。14節、その頭と髪は白い羊毛、羊の毛のように、また雪のように白く。
この栄光のキリストのね、胸とか頭とか目とか足とか声とか右手とか口とか顔とかいろんな特徴について語ってるんですけれど、その頭、頭、それを注目したとき、白い羊毛のように、また雪のように白いっていうふうに書いてあるんですが、これは何を意味しているのかということですよね。さて、この象徴をどう解釈するのか。これはね、黙示録の中にその象徴の説明が出ている場合はその説明を見るのがいいんです。で、黙示録の中探してもその象徴の解説がない場合は、黙示録以前に書かれた聖書の箇所の中でこれと同じような表現が出てきたのかどうかを調べてみるのが良いのです。というのは、黙示録は聖書全体の一番最後なので、黙示録の読者は黙示録以前の時代に書かれた聖書が頭に入っているという前提で書かれているわけですよね。なので、そこの箇所をちょっと見たいと思うんです。ちょっとここに手を置きながらですね、ダニエル書の7章というところをお開けください、ページ数で申し上げますと1522ページです。1522ページです。まあ、ほんまやったらね、あのパワーポイントでパッて出したらね、いいんですけど、僕はねパワーポイント嫌いなんですよ。なんで嫌いかと言ったら、なんかね嫌いなんですよなんかね、だけどあんまり頻繁に開くときにはそれ使いたいと思います。ではこの7章ですね、ちょっとまずね、7章、このダニエル書の7章っていうのはどういう場面であるかと言いましたら、人類歴史の終わりにおいて神が世界を裁くという場面なんです。人間が人間を支配する時代の後で、ね、キリストが全世界全人類を統治する時代が来るという予言がこの7章に書いてあるんですが、ちょっとこの7章の13節見てみましょう。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲とともに来られた。あ、1522ページです。1522、あ、ですね、同じ、ちょっと宮崎、これいいですかね。はい、はい、大丈夫ですか。すいませんね、さきさき言ってしまってね、そんなね、こんな分厚い本ね、こんなパパパパページ数言われたぐらいではなかなか弾けなくて当然だと思います。でもね、いつかね慣れます。いつか言ったらか慣れる時が来ますので、ね、どうぞついてきてください。さあ、この世界人類歴史の終わりに、実は神様が世界をお裁きになるその時のシーンなんですけれども、13節に、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲とともに来られた。この人の子のような方というのがメシアで、メシアは天の雲とともに来られる。これがね、地上再臨のシーンなんです。そしてその方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この年を経た方というのが父なる神、父なる創造主なる神様。そして14節、この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族諸国民諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。これが千年王国です。この人類歴史地上再臨以降のことがここで書いてあるんですが、この人の子のような方は4行目見ますと、年を経た方のもとに進みって書いてますね。この年を経た方、父なる神、創造主なる神様について1ページ前の9節ご覧くださいますか。7章の9節に、私が見ているとやがていくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり毛のない羊の毛のようであったって書いてあるんです。頭の毛が雪のように白く、混じり毛のない羊の毛のようであるという描写は父なる神の描写なんです。この父なる神は
座に疲れたって書いてあるでしょ。何の座であるかと言いますと、次のページ1522ページの1行目、裁きが始まりいくつかの文書が開かれたと書いてあるようにね、この年を経た方は裁き主としてその座に疲れたんです。裁判官の座に疲れたという場面を語ってるんです。裁判官の座に疲れた父なる神様の描写が黙示録ではイエス・キリストに当てられている。つまりあのヨハネが見たイエス・キリストは裁き主なんです。ちょっともう一度ですね、黙示録に戻っていただけますか。一章の14節、492ページです。その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く。読者はあの有名なダニエル書の7章を当然知っているであろうという前提でこの表現が取られています。ダニエル書で父なる創造主に対して描写されていた言葉が、ここでは栄光のキリスト、すなわち栄光のキリスト、イエス・キリストは父と全く等しい神です。人となられた創造主です。父なる神とイエス・キリストは同じく等しい創造主です、神です、ということをここで言ってるわけですね。これが第1番目のことです。まあ、10個あるうちの3つということだったんですけど、あと もうあと2つ見たいと思うんですね。実はこの人のこのような方はどこに立っているのかということなんですが、もう一度12節ご覧くださいますか。私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。その燭台の真ん中に人の子のような方が見えたって書いてます。さてここで燭台という言葉が出てきますが、この燭台というのはね、灯火のことです。で、ある人はね、一本の燭台、ユダヤ人たちはですね、安息日の時に日本燭台立ててね、それで火をつけるんです。だから一本の燭台、それぞれ独立している一本の燭台が7つあって、その真ん中にイエスがいたというふうに取る人もいてるし、いや聖書で燭台といったらね、もうこれはねメノラーに決まってる。メノラーっていうのは、ね、こんなやつです。 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 この7本の枝が出ている、この燭台、メノラーっていうんですけども、これも燭台。どちらでやるのかということは、まあ、限定できないんですけれども、要するにね、いずれにしても7つの燭台があったと。 1,2,3,4,5,6,7 つの燭台、7つの金の燭台、ゴールドの燭台があって、その金の燭台の真ん中に人の子が立っておられたって書いてあるんですよ。じゃあこの金の燭台っていうのは一体何なのかと言いますと、20節にこう書いてありますね。あなたが私の右手に見た7つの星と7つの金の燭台の秘められた意味について、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台とは7つの教会であるって書いてあるんですよ。7つの教会の名前が先ほど出てきましたよね。このエペソから始まって、ラオデキアであったんですけども、この7つの教会の真ん中に栄光のイエス・キリストが立っている姿を見たということなんですけれども、このですね、この7つの教会のこの表しているこの燭台というのは金ですよね。で実はですね、金というのは栄光を表す価値があるものなんです。非常に尊いものなんですけれども、実はこの7つの教会というのはそれぞれね、問題があったんですね。いろいろ欠点もある、深刻な問題抱えている、あるトラブルを抱えている、いろんな問題がある7つの教会があるんですけど、その7つの教会はイエスの目にはね、尊い金に見えたった。金に見えてる。このそれぞれ独立しているこの燭台は
光を持って人の子イエス・キリストを示しているということなんですけどもね、イエスから見たときにそれぞれの教会は問題があるんだけれども金の燭台であったということはね、これ実はクリスチャンの共同体というのを神はねすごく尊いものとしてご覧になっているということなんです。皆さんですね、食べログってあるでしょ、食べログって分かります？今いろんな飲食店でお客さんが行ってね、でそれねネットにね勝手に星つけるんですよ。ここのラーメン屋めっちゃうまかった、星5つとかね、ここなんか行列ができるラーメン屋とか言いながら、ね、何やこれと2つじゃとかね、もうね星5つけてね、でまあこれもねお店にとってはねこれね油断できませんよ。変な評判だったらねもうねお客さん来なくなるから、これも見られてるんだという意識でね、一生懸命やるという点においてはまあ、いいと思いますよね。皆さんでもね案外ね評価低い店でむちゃくちゃうまいってことありません？そんなあんまり経験しません？ありますよ。田辺駅の隣にね麺屋ってのあるんですよ。あんま評価高くない、めっちゃうまいですよ。私には合うわこれは。こんなところで PR しててまあ好みっていうのがあるんでしょうけれども、でもねその星って何に基づいてつけるかといったらね、その店に入って満足を得られたら星たくさんつけるけど、満足をね、自分の満足を満たすようなサービスを提供できないような店は星2つだ、星1つだよ、星 1.5 だとかいうことでね、その、受けたサービスによって不満がある場合は低い、よかったらいいわということでこう、そういうふうにやるんですよね。でねこれも飲食店に対してはねそれはねいいと思いますが、時々ね教会批判ばっかりする人っているでしょ。ここの教会なんやと、十字架もないしね、暑すぎたり寒すぎたり出てくるお茶はもう世のように汗よわとね、なんやここって、で A 教会行ったらここはなんか戦国祭みたいなね、 B 教会なんかやかましい音楽ばっかり鳴らしやがって、 C 教会行ったらあの催眠術みたいなメッセージやったとか言って、D 教会に行ったらね、なんかね、高齢者ばっかしやった、わしは老人ホームちゃうわみたいなね。でね、特にクリスチャンになってね、いろんな教会を転々と渡り歩く人、実はね、なんで渡り歩くかといったらね、自分を満たすようなサービス提供してないからです。でね、飲食店だったら、提供されるサービスが不満だったら星一つじゃって言っていいんですけどね、教会ってね、クリスチャンが満足するようなサービスを提供するために存在してると思ったら、どんな教会に行ってもね満足しません。この教会ってね、イエスから見たらね全部金です。そしてね、教会のことをね、キリストはね、キリストの花嫁って言ってるんですよ。もしね、私がこう言われたらどうですか？私ね、高原さんのこと好きなんですけど、高原さんの奥さん苦手なんですよ、言われたらね、なんかね、もう辛い気持ちすると思いますよ。私、キリスト好きなんですけど、キリストの妻である教会嫌いなんで、一人でインターネットで勉強してる方がいいんですっていうのはね、キリストのお悲しみですよ。神の目には、ね、問題があるそれぞれの教会はね、全部ね、ラオデキアは鉛やけど、エペソは銀でね、フィラデルフィアだけ金とかそこ入ってないんで、全部金や。これがね、キリストにある立場、教会の。もしね、完全な教会があったとしてですよ、その教会に私が加わった瞬間に不完全になります。私不完全やから。神の目にはこの地上に置かれているクリスチャンの共同体はそれ自体で尊いんだということをここで語っていると思うんですね。そして3番目ですね、
この16節にまた右手に7つの星を持ちって書いてあるんですよね。この他の描写は全部聖書の他の箇所に出てくるので、またそれをお調べになってください。特にね、この新改訳聖書の場合ですね、ちっちゃい見えないような数字でちょっと打ってあるでしょ。そこがヒントです。そこ開いて、ああそういうことかで、もううまいこと書いてあるこれほんまに。ただ書いてないのがあるんですよね。それが16節、また右手に7つの星を持ち。この右手に持ってるイエス・キリストの権威ある腕に握られている7つの星とは何を意味するのか、ちゃんと説明が書いてあります。20節、あなたが私の右手に見た7つの星と7つの金の燭台の秘められた意味について。7つの星は7つの教会の御使いたちであるって言うんですよ。7つの星とは7つの教会の御使いたちというふうに書いてありましてね、これ見ますとね、7つの教会にはそれぞれその教会を守る御使いがいるようですね。でね、普通に読めばそう読んでもね、おかしくないです。私はその解釈を半分支持しています。と言いますのは、聖書の中で星というのが象徴的に使われているときに例外なしに御使いを表すんです。だからこの星は教会の星である、御使いであると言ったときに、あ、そうなのかという解釈は全然おかしくないし、ある意味でこの地上においてですね、まあ、悪魔がいつもサタンが活動していて、いろんな悪霊が活動している、そして悪魔やその悪霊というのは教会を攻撃するためにいつも妨害やいろんな働きをしているというふうに書いてますから、教会に対して悪い妨害の働きをする霊があるとするならば、それを守る霊がいてもおかしくないかもしれません。知りませんが、教会に守護天使がいるというのをですね、ここ以外でね、聖書で裏付けてるかどうかというのはですね、これもまたね、確信できないところです。で、これはですね、私自身がそうではないかなと思っていることなんですけど、実はですね、この20節の3行目にね、7つの燭台は7つの教会であるって書いてあるんです。この7つの燭台は7つの教会って書いてあるんですが、このね、7つの星は7つの教会の御使いたちであると。このね、何々の何々という構文ですよね。教会の御使い、教会の御使いといったときに、教会を見ている御使いという捉え方もできるんですが、この何々の何々というこの構文ですね、第三版の聖書ではね、ある時イエス・キリストが問答で問われる時があるんですね。キリストはこう言うんですね、この神殿を壊してみなさい、私は3日で建て直そうって。そしたら聞いた人がね、この神殿建てるのに46年もかかったんですよ、あなたはそれを3日で建てるというのか。それに対してね、キリストはね、ご自分の体の神殿のことを言ったのであるというふうに書いてあるんです。ご自分の体の神殿で、この体の神殿といったときにね、これどういうことかといったらね、体に神殿が一つずつついてるという意味じゃなくてね、体を神殿に例えてるんです。神殿に例えて体のことを言ってるんです。体の中にイエス・キリストの肉体の中にイエス・キリストの霊が宿っているように、神殿というのは神の臨在を表す場所ですから、
イエス・キリストの体を通して神ご自身の臨在が表されている。体の神殿というのは神殿になぞられて体のことを語っているんです。でそれを適用しますとね、7つの教会といったときにね、御使いになぞらえた教会、御使いというのが実は教会の精神状態を示すとも言える。でもあれもちろん中田原さん何か言っても全然ざっくりしてないかというからね。まあそう精神やと思ってください。なんでそういうかといったらね、この後7つの教会でね、御使いに対して家という内容はね、教会そのものに対して言われてる内容ばっかりなんですよ。つまりこういうことですよ。金の食材というのは教会の立場で、イエスはその教会の実際の状態を右手に持ってるということはね、完全に把握してるということなんですよ。世の中にいろんな教会があるけれども、その教会のそれぞれの問題はイエスがその内容を熟知し完全に把握していらっしゃる。それはですね、次回からまた、見ることができると思います。さて、もうこんな時間になりましたね、お急ぎでですね、行きたいと思います。さて、3番目です。何番目のポイントか分からない1番目のポイントはね、ヨハネの自己紹介でした、ね、なんで島流しになったんかいうことですよね。2番目のポイントはヨハネが見た栄光のキリストです、ね、そして3番目のポイントはイエス・キリストの自己紹介です。1つ目、イエス・キリストの自己紹介3つあります。17節の4行目、恐れることはない、私は初めであり終わりであり生きているものである。これが1つ目です。私は初めであり終わりであり生きているものであるということなんですが、実はヘブライ語の表現方法の中に両極端の単語を並べることによって、その両極端の単語の間を全部含む概念を伝えるという和法があるんです。例えばね、天と地を作られた神という場合ね、天と地だけを作ったんじゃなくて、天と地の間にある全てのものも含めて神がお作りになったということです。単体の天を作って地を作って他何も作らなかったっていうんじゃなくてね、天と地の間にある全てのものを含めて神はお作りになった。善悪の知識の木っていうのがありますよね。あるいはね、善の知識と悪の知識ではなくてね、善から悪に至るまでの全ての知識、善でも悪でもないいろんなアイデアも含めて、善から悪に至るまでの全ての網羅されている知識、善悪の知識、あるいはダンからベールシェバといったときね、ダンというのは一番北にある町です。ベールシェバは一番南にある町なんですけどね、ダンとベールシェバを言ってるんじゃなくて、ダンからベールシェバに至るその間の全ての町々村々領域、北は北海道、南は沖縄までとか言うじゃないですか、あれです。それと同じようにここでは、私は初めであり終わりであり生きているものであるということはね、人類歴史の初めから人類歴史の一番最後に至るまでのその途中の全歴史のどの場面においても私は生きてきてずっと見ていた。全歴史のどの場面においても私はそれを見、知り、そして働きかけてきた。私の前に見落としはない。全ての歴史、初めから終わりまで全部私は知ってるぞ。だから今あなたがパトモス島に似てるということも私はよくわかるよ。私は生きて働いてあなたを助けるのだ。時空を超えた主権者であるということですよね。2番目、18節、私は死んだが見よ、世々限りなく生きているって書いてあるんですが、この死んだがっていうのはですね、時勢を見ますと、この、動詞の体を見ますとですね、自発的に死んだが、すなわち寿命で亡くなったんじゃない。キリストは十字架の上で私の罪のためにご自分の命を捧げてくださった。それが自発的に死んでくださったが、見よ、世々限りなく生きているというのは、3日目に復活してよみがえられた、
そしてそのようにしてあなたの罪は完全に許された、私は死んでよみがえったものなのだ、まあ、この時にねヨハネはすごくこう行き詰まった状態というかパトモスに流されてるんですけど、私たちはですね何かこう残念なことやがっかりすることや辛いことや何かもうピンチにこのぶち当たるとね、ついあの時のあの罪を神はまた怒られてるんじゃないかとか、あの失敗がやっぱり尾を引いてとか、ついこう自分を責める方向というかね、こんなのは私がダメなんかいけないからこんなことになって、神様は私をお怒りになって、絶対そうじゃないぞと。クリスチャンの罪は全部イエス・キリストが自発的に死んでよみがえってくださったことによって終わってます。キリストにあるものが因果報応に支配されるということはないんです。今私は死んだ、しかし復活した、死すら解決したキリストがあなたの保証人であるという、これは大きな励ましではないかと思います。そして3番目、18節2行目です。また死と黄泉の鍵を持っている。この鍵を持っているというのはですね、自由に開け閉めできるということです。車のオーナーは車のキーを持っているんです。だから自由に開け閉めできるんです。鍵を持っているというのはね、所有者であり権威者であるということですよね。では何の鍵を持っているかと言いましたら、死と黄泉の鍵を持っているというふうに書いてあるんですけども、キリストは死という扉を自由自在に開けることができます。私たちは死んでしまったら一巻の終わりだというふうに思いがちなのですが、キリストは空中再臨するときに死んだクリスチャンたちをよみがえらせます。地上再臨するときに7年間の患難時代に殉教した人たちをよみがえらせます。死んだ人間をよみがえらせる鍵を持っている、死に対しても命じることができる権威を持っている方、それがキリストである。そして黄泉というふうに書いてますよね。この星マークがついてまして、下の段の黄泉というところ、18というところを見ますと、ハデスというふうに書いてありますよね。この黄泉というのは死後の世界のことですが、死後の世界のうち天に行く以外の全ての人が行く苦しみの場所です。死後の世界のうちにある苦しみの場所ですよね。ハデス、ヘブライ語ではシェオールというふうに言うんですけど、このハデスの中の一部は悪霊たちを閉じ込める穴があります。この穴をもキリストは支配している。キリストは今見ている目の前のこの歴史上の世界だけではなくて、キリストの権威は死後の世界にまでも及びます。隅から隅までキリストの支配権の中にないものはどこにもない。完全支配者である方がヨハネに対してね、恐れるなと言ってくださったっていうことですよね。これは本当に迫害下のヨハネにとって大きな励ましになったと思うんですね。さて最後です。この黙示録の区分ということについてですね、お話しいたしましょう。この19節です。それゆえあなたが見たこと、今あること、この後起ころうとしていることを書き記せとか出ますよね。見たことというのは過去、今あることというのは現在、この後起ころうとしていることというのは未来なんですが、このあなたの見たことというのが一章なんです。一章で彼は何を見たでしょうか。栄光のキリストを見たんです。そのあなたが見た栄光のキリストの姿を書き記しなさい。そして今あることというのは黙示録の2章と3章です。そこには教会が地上に残っている時代のこと、景況前の世界のことについて、その教会の状況について書かれてあります。これ2章3章です。そしてこの後起ころうとしていることというのは4章から22章で、この起ころうとしているというのは確実に起ころうとしている、必ず起ころうとしていることという意味があります。必ずこの黙示録に書かれてあることが起こります。ですから基本的に黙示録は時系列に書いてあるんです。
過去、現在、未来、先に行けば行くほど未来のことについて書いてあるんです。もちろんね、例外はあるんです。でもそれはね、そこの状況に入った時に説明します。基本的にはゴールに向かって、未来に向かってまっすぐにひたすら伸びていってるんだというのが黙示録であるということですね。さて最後にですね、一箇所見て終えたいと思うんですね。17節見てくださいますか。この方を見た時、私は死んだもののようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。このイエス・キリストに12人の、まあ、特別に親しい弟子、12弟子がいたんですけどね、この12弟子の中でもね、ヨハネという人は非常にキリストの近くにいた人です。肉眼でヨハネがイエス・キリストを見たのは約65年前です。65年前に最後にイエス・キリストと対話した時のそのご様子、あるいはイエス・キリストが天に帰られる前、約3年間にわたってヨハネは神職を共にして、一緒にイエス・キリストと生活を共にしたんですよね。で、65年ぶりに会ったんです。もう自分の憧れの的である方と65年間も離れて、とうとう再会果たした時に、イエス様ー言ってね、飛びついたからね、飛びつけなかった。自分の知ってるイエス・キリストのイメージと、今目の前にしているイエス・キリストのお姿がね、あまりにもかけ離れてたんですね。自分の知ってるイメージってどんなイメージかといったら、親しくて優しくて近づきやすくて、そしてまあ受難の時ね、イエス様は人に脅されたり、唾をかけられたり、ひげを抜かれたり、殴られたり、騙されたり、からかわれたり、捨てられても人は何とも思わない、そのような誰も見とれるような姿ではなかったというふうに書かれてある。だけどそのご本質においては親切で、へりくだっていて、ご自分の持っている力を惜しみなく自分のために使おうとしてくださって、聞き上手で、忍耐深くて、気は優しくて、力持ちで、皆さん、ね、あのね、そんな人いたらどうします？優しくて全能者なのに、何でも知ってるのに、へりくだっていて、こちらが長い話してる時にも途中で腰絶対折れへん。そうかそうかって、そして私のいろんなダメージを我がことのように感じ取って、いつでも助けるぞっていうふうに、もう助ける準備をいつも待ち構えて、私が訪問するときに待ってたぞっていうふうにね、いつもね歓迎して、しかもね清くて正しくて恵み深くて、そんな人言ってたらね、絶対友達になりたいと、もう絶対もっとこの人と話したいみたいと思うんじゃないですか。そんな方がイエス・キリストですよ。でもそのキリスト、栄光のキリストを見た時にね、自分が思ってたそのお姿とあまりにも違って、権威あるお姿だから、それを見た時に彼は地にこの倒れてしまうんですね。倒れてしまうんですが、そのご人格においては何にも変わってらっしゃらなかったんですね。このキリストがわからない一つの理由というのはね、僕はね、神への恐れがわからなくなってるからではないかな。まあ、神への恐れというのはね、皆さん、これのお前あるんかって言われたらね、はいある人よりかはあると思います。昔ビートたけしがね、新しい道徳という本を書くんですよ。その中でね、会員の現場で捕らえられた女がね、イエス様をこの問い詰めてね、こう立法によったら石打ちで殺すことになってますけど、あなたどう言いますかっつってね、その時にキリストが
罪のないものが一番最初に石を投げなさいと言ったときに、みんな自分のことを恥じて一人一人年長者から去っていったって書いてある部分を北野武史がね、こう解説してました。日本でイエスがこれ言ったら、よっしゃ投げたらってみんな投げるんちゃうかんですよ。例えば芸能人が不倫したり薬物だってもうボロッカスに叩いてるけど、自分自身はそれ責めれるようなほんまに潔白な人なのかという、そういう神の前における恐れがないとか、新しい道徳の本の中に、まあ、この新しい道徳っていう本の中にはね、聖書の引用がね6箇所か7箇所ぐらいあるんですよ。なぜ日本人は道徳がわからないのか、それはね、恐れるべき神を持ってないからだって、ええこと言う。ただ私はおいらは信じないって書いてあるんですけどね、かなんな思いながら。私ね、本格的に聖書の話聞いたのはね、高校1年の夏休みなんですよ。高校1年の夏休みの時にね、バイト先の先輩がクリスチャンでね、その人に連れられて彼が行ってた集会に行ったんですが、そこでね終末予言聞いたんです。黙示録を聞いたんです。キリストが再臨すると、世界が終末に向かっていってるんだってことを聞いてね、怖いなと思ったんですが、ちゃんと信じることができずにそのまま離れてしまうんです。それから2年半のうち高校3年の卒業間近にここ来たの、東住吉、ね、私が最初に行った集会はね、心斎橋キリスト集会というところでした。でその時ですね、私ね、映画研究部だったんですよ。まあ、いっぱい4つぐらいクラブ入ってたんですけどね。で、あのね、実はね、監督兼主演でね、映画1本撮ったんですよ。これね、映画コンクールでね、銀賞取ったんですよ。柔道一極拳って言うんですけどね、ちょっと皆様に恥ずかしくて見せられないような体育教師に対するレジスタンスを描くドキュメントタッチの映画なんですけどね、これ。まあまあいいんですけど、でね、ね、高校卒業も間近だっていう時にね、なんかおもろいことないかっていうのが口癖でした。自分の内側に喜びがないから、何か楽しい外からの刺激がないとね、人生生き生きしないです。そしたらクラスメートがね、映画のたたきがあるぞって言うんですよ。ええけんやん、映画のたたき何やそれっつってね、パッと見せたら、ね、東住吉キリスト集会で行われる映画と聖書講演会、入場無料、これ行こう、潮刈り峠っていうね、そういう映画でしたよ。これ行こうって言った時にやめとけと止めたんです。これはな、罠やと。クリスチャンは映画見せてね、それだけで終わらんぞとね、そこから話が始まる。その話はな、多分眠いとか言ってね、やめとけやめとけって言ってね、まあ気が進まなかったというのもあって止めたんですが、その時ね6人ぐらいおったんですよ、男子生徒が。でやめとけやめとけやめとけ、そこやめようかってなった時にね、一人、その6人のうちの一人の学生がね、なぜか知らないけどキリスト大嫌い人間だったんです。そしてね、ここで言うのもはばかるような恐るべき汚い言葉でね、イエスキリスト呪い出したんですよ。もうキリストなんかこうだーって、イエスの悪口ブラーって、それを聞いた時ね、私の中でね、言い過ぎやと思ったんです。なんかね、眠っていた神への恐れがパチンとスイッチが入ってね、お前それ言い過ぎ、聖書の話お前聞いたことあるんかと、ないやろと、ないのにそういうふうに決めつけるのはおかしい、行こうって言ってですね、なんでそんな風になったのかよく分からへん。だから戻ってくれたんです私。そのね、いや神への恐れってそんなすごい恐れじゃないですよ、恐れじゃないけどね、やっぱりね、2年半前に聞いていた神は侮られるような方じゃない。それがやっぱり残ってたのが聖書のメッセージに反応できた一つの理由ではないかなと思うんです。私はね、基本的にね、大阪人やからお笑いが好きなんです。わかるでしょ、
お笑い好きや、ね、もう冗談好き、お笑い好き、何でもね、なんか笑かしたりするのに、あるいは笑かされたりするの 大好きなんですけど、でもね、キリストのことを下品に笑う冗談だけはね、我慢できないんですよ、不愉快で。そしてね、それでわーっと場が盛り上がってるのを見た時にね、ああこれが恐れるべき方がいるんだ、恐れるべき感覚というのが何にもないということがね、一つ日本人が創造主がわからない理由かなとも思うのです。でもね、黙示録をちゃんと学んでいったらね、神の清さとか正しさとかいうことが少しずつ分かってくるんではないかなと思うんですよね。ということで、ぜひ皆さん、いよいよ、次回から7つの教会時代のことについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお付き合い願いたいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。